こんにちは、フジエンコの滝です。今回は定番のストールの巻き方3つと今年ちょっとおすすめしたいストールの巻き方1つをご紹介したいと思います。ストールの巻き方についてはもう別の動画で一回ご紹介しているので詳しくはそれを見ていただければなと思うんですけど、ちょっとそれを改めてご紹介しますね。今僕が巻いてた、まあ、一番僕がよくやるのがあれなんですけど、これを一回こう巻いて、この巻いた方を中から輪っかから通してこういうふうにやる巻き方と、もう一番あったかいであろうストール自体を首にぐるぐる巻いて、まあ、適当なところから中に通してあげたりとか、まあ、こんな感じとか、まあ、これは2つと、あとなんか唯一名前を知ってるなんかピッティ巻きっていうのがあるんですけど、まあ、これは通して下から春を取って中を通してあげるっていう、まあ、詳しくはその別の動画で見てもらえばと思うんですけど、まずこの3つの巻き方を覚えておいてもらえるとすごくいいなって思ったので、ちょっと今改めてご紹介したんですね。でただこの3つってもうかなり今定番化されているので、なんか面白くないなってちょっと思ったので、なんか2020年っぽい巻き方ってなんかないのかなってかなり見てたら、いろんなコレクションを今回それをご紹介したいと思います。これが簡単に言うと、なんか片方だけこういう、まあ、前に来るような巻き方がベースですね。だからこれは結構いろんなコレクションとかでもやってたりするような巻き方だったんですけど、まあ、これって、まあ、正直全然あったかくないんですよね。だし、なんか風とか吹いたらブヤーってなんかなっちゃいそうだし、なんでこれの形になる最終的に応用編っていうのをご紹介したいと思います。それがこうこのまま巻いて切ったこれをここの一番下に入れるで出す、まあ、そうするとこういう感じに、なんか僕のその一番最初にご紹介した巻き方も巻いてただそのままにしておくと、この巻いてあるものと最後に来たやつがなんか別々に、いや、やった方が早いね、動画だからこのままこうするとなんかこことここがなんか離れてるのがあんまりなんか良くないなと思ってるんですよ。だからここに入れてあげるとなんかその境目が結構見えなくなるというか、こんな感じになるので、なんか全体がまとまって見えるんですね。さっきのも一緒でこう巻いて、この下から一番下を通してあげると、前から見た時のここの出方がなんかどっから出てんだろうっていう感じに見えるんですよ。もうそれだけでちょっとおしゃれに見えるっていう感じなんですよね。この後ろのが気になるっていう人はこれ、まあ、こっちとかに持ってきて中通してあげたりとかするとまたなんか違った見え方になります。でこれもちょっとそれも弱いんじゃないみたいな思う人もいると思うんですけど、したらもう一個は、まあ、さっき途中まで一緒ですね。まあ、一回首に巻きます。たらここで結びます。縦に結ぶんじゃなくて横に結ぶ感じってあげると、これもなんか前からの見え方って、ただ結んだだけなんだけど一回こう巻いてるからそこの間にで結構見え方が曖昧になってまとまって見えるみたいな、曖昧、そう出てるところが曖昧になるんでいいなって思います。まあ、これも気になる人は持っててもいいですし、まあ、ただこれはちょっと結んである分余計短くなっちゃうので、これはあのストールとの相性によって考えてもらえればと思います。でこれの巻き方と相性のいいストール
まあ、無地でももちろんいいんですけど、これってこっち側が全部出るわけじゃないですか。だから今年レダーズから入荷してるこのストライプのストール、こういうのとかとの相性はかなりいいかなって思ってます。でこれちょっとさっきのと比べると長さがちょっと短いので一回巻かなくてもいいかなって感じですね。なんでこれはこれぐらいだったらこうで一回結んで、うん、こんな感じ。ちょっと、まあ、ここにその柄が出て、で広がるとこんな感じ。なんか今までやってそうでやってないような巻き方なんで、その最初にご紹介した3つにちょっと飽きてきたなっていう方は今年こういう感じでもいいかなと思います。僕がそのざっと見た感じだとセリーヌのメンズはスカーフですけどね、まあ、ストールじゃなくてスカーフをこんな感じで巻いてるルックがかなり多かったのと、僕が今回一番参考にしたのはあのマイケルコースのコレクションですね。その巻き方がおそらくこういう感じ、まあ、ちょっと厳密に動画でもすごい見たんですけど、ちょっとどうなってるのかちょっと分かんなかったんですけど、多分こんな感じだろうなっていう、最初にご紹介した2つのうちのどっちかなのかなって思ったので、今年ちょっとやってみようかなって思います。ぜひお試しください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。